はい、はい、それではただいまより監督会見を始めさせていただきます。はじめに福島市内決定し時崎優監督より本日の試合に関するコメントをお願いいたします。はい、お疲れ様でした。まず福島から、まあ、サポーターが来てくれてたりとか、まあ、夜中から大きな 大量の雨が降っていて、そういった状況の中でもストレス感じることなく、サッカーをすることができたこのピッチを管理している、スタジアムで働いている方にも本当に感謝を申し上げたいと思います。とゲームで言うと、本当にこう前半はプラン通りで、できれば先制点が奪いたかった。で後半立ち上がりのところも、まあ、しっかりとなんていうんですかね、まあ、同じ入りというかより高めていこうという、オーガナイズをした中での失点だったので、ちょっと、まあ、選手の中ではダメージありましたけど、交代選手含めて、90分間プラスアディショナルタイム相手のゴールに向かい続ける、そして相手のボールを奪いに行く姿勢というものは出してくれたと思いますし、決して悲観する内容ではなかったので、次の富山にしっかりと切り替えて向かっていきたいと思います。はい、今日は3バックの右に鎌田翔馬選手を入れて堂原選手をボランチで使いましたけども、その2人の出来も含めて今日の、まあ、試合の、システムに関しての評価をお願いします。そうですね、まあ、翔馬と佐藤和樹に関してはチームへの練習参加を得て、獲得することを決めた選手で、合流間もない中で、しっかりと、まあ、今の自分ができるプレーというものを翔馬はしっかりやってくれたと思いますし、堂花に関しても、まあ、練習試合等では、ボランチのポジションで試合に出ていたこともありましたが、まあ、移籍や怪我人等で、まあ、後ろで出ることが多かったんですが、堂々と、しっかりと自分のタスクというものを果たしてくれたんじゃないかなと思います。はい、まあ、前半が特にそうですけども、ハイプレスからチャンスは作れたと思うんですけども、そのゴールを奪うっていうところに関してはどういうところが課題としては残ったでしょうか。そうですね、まあ、我々としては意図したプランで入れたと思いますし、それを鹿児島さんがまあ嫌がってたのか嫌がっていないのかはもう分からないですけども、ただ2試合やって、パパス監督が目指すサッカーっていうものがどういうものなのかっていうのは十分、分かりましたし、それに対して我々は、まあ、やはり高い位置でボールを奪いに行きたいっていうことは、選手と温度を合わせながらやってきたつもりだったので、まあ、前半に関して言うとああいうゲームの構図になることは分かっていましたし、その中で、できれば得点を取るチャンスっていうものはあったので、決め切りたかったなと思いますけど、はい、まあ、先ほども新しい選手もお二人、まあ、新人の選手お二人、またあと今日は遊佐選手も出場しましたけども、そういう新しい選手がこれだけ本番でやれるっていうことを確かめられたのはすごく収穫だと思うんですが、その点についてはどうでしょうか。そうですね、まあ、前節メンバーこう意図的に変えている部分もありますし、本意じゃない部分もあったりとかいろいろありますけれども、今うちの選手は本当にこう毎日のトレーニングで競争してますし、今日ピッチに出た時に自分というサッカー選手が何ができるんだってことは本当にこう、ピッチの中で証明してくれたと思っているので、まあ、怪我に含めて戻ってきた時にも競争力が高まると思いますし、ピッチの中で証明してくれた選手たちの力を信じてこれからも一生懸命やっていきたいと思いますし、まあ、まず大事なのは今日負けてしまった分次の富山にね、負けないように、まあ、いい意味でポジティブに切り替えてやっていくことが重要だと思っています。次に向けて攻守の面で、どういうところを、1週間突き詰めていきたいなと考えていますか。そうですね、まず、攻撃に関して言うともうちょっとやっぱ厚みの、ある攻撃っていうものができたと思いますし、単発で終わってしまうだとか、あるいは中ペナルティーエリアの中に人数が少ない状況でも、上げてしまうだとか、もっと冷静に相手の状況、味方の状況を見ながら攻撃することはできたんじゃないかなと思っているので、その辺がまあ一番ですね。あとは相手の危険なところでこう前を向くっていうところが、まあ、交代選手が入った後に明らかに増えたと思うんですけど、そこでどれだけ前を向けるのかっていうところに関して言うと、まあ、全体的に少なかったかなと思うので、そこの回数も増やしていきたいなと思います。はい、わかりました。どうもお疲れ様でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。